はいどうも林です。今回からバージョン 1.10 に移行します。前半は新要素をご紹介する形になりますね。センターの君ちょっとケツ向けてないでこっち向いてくれるかな。はい、改めまして林です。今倉パート41始めていきたいと思います。今回もどうぞよしなに。ガオーっつって。冒頭でお話ししましたが、バージョン 1.10 がリリースされました。これ撮ってる時は細かいバグが修正された 1.10.2 が公開されてるんで、今回はそれでプレイしています。今回のバージョンアップはフロストバーンアップデートという名目で、名前の通り暑いところと寒いところに関連するアップデートがなされてます。主要な変更点をご紹介したいと思います。まずシステム関連のアップデートですが、オートジャンプの設定が追加されました。移動先にジャンプで飛び越えられる高さの段差があった場合、ジャンプボタンを押さないでも自動でジャンプできるようになりました。オンオフは設定で切り替えることができます。実況しながらだとね、結構操作がおろそかになることも多いんで、役に立ってくれるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ暴発していらんところでジャンプするときもあるんでね、まあ、慣れの問題な気もするんで、しばらく使ってから利用していくか判断したいと思います。続きまして新しいブロックのご紹介です。ネザーにマグマブロックというブロックが追加されました。液体のマグマと違ってブロック状ですね。マグマキューブの落とすマグマクリームからのクラフトも可能です。火に耐性のないモブが上に乗っているとダメージを受けます。プレイヤーももちろんダメージを受けるんですが、耐火のポーションなので火に耐性をつけている状態だったらダメージを受けません。普通のマグマと違って上に落ちたアイテムが消滅することがないので、トラップタワーの処理層に組み込んだりすることができるかもしれませんね。マグマブロックの上に水がある場合、ランダムで蒸発していきます。マグマブロックはごくわずかに光を放っていますが、湧き潰しできるほど強い光ではありません。しかしマグマブロックの近くに光源を置くと、その光源から光を吸収し自分の光にできるという面白い性質を持っています。何かに利用できるかもしれませんね。次です。ネザーウォート9個からネザーウォートブロックがクラフトできるようになりました。文字通りネザーウォートがブロックになったような見た目ですね。鉄ブロックやダイヤモンドブロックのように元に戻すことはできません。見た目がサイレントヒルとかサヤの歌とかに出てきそうな、こう生っぽい感じのブロックなんで使いどころが難しそうではありますが、ネザーウォートに醸造以外の使い道ができたっていうのは嬉しいですね。まあ、それこそネザーで建築するときなんかだと雰囲気に合うかもしれませんね。続きまして、ネザーレンガとネザーウォートから赤いネザーレンガブロックがクラフトできるようになりました。材料のネザーレンガはブロックではなくて素材の方のネザーレンガですね。名前の通り赤みがかったネザーレンガブロックっていう感じですが、半ブロックや階段ブロックなどは現状実装されてはいません。これもネザーでの建築とかに使えそうですね。最後のブロックは骨粉から作れる骨ブロックですね。名前の通り白くて骨っぽいブロックですね。前回言っていた白いブロックっていうのはこれです。原木なんかと同じで設置する方向によってテクスチャの向きが変わります。いい感じに白いんで建材として有用そうではあるんですが、一つブロックを作るのに3個の骨が必要になるんで、現状大量に用意することはできません。スケルトンからまあドロップするんで、骨は大量に用意するために重い腰を上げてね、そろそろ本格的なトラップタワーを作ってみてもいいかなとも思ってますね。またこの骨ブロックに関連して、砂漠や沼地の地下に骨ブロックで構成された化石が生成されるようになりました。脊椎や肋骨のような形で骨ブロックが埋まっています。まあ、特定のバイオームで、しかも地中とかつランダムで低確率で生成されるということなんで、まあ狙って見つけるのは難しそうな感じがしますね。ここからはモブ関連の追加要素をご紹介します。まずは寒い雪が降っているバイオームで、白クマがスポーンするようになりました。親グマと子グマ両方存在します。なかなか可愛いですね。
まあ、残念ながら飼いならすことはできないようです。親熊は中立モブで普段は危害を加えてきませんが、こちらから攻撃すると敵対して攻撃してきます。また子熊が近くにいるときは、まあ多分子熊を守るためなんでしょうね、近づいただけで敵対状態になります。敵対状態になった親熊はその辺の敵モブよりもよっぽど強力で、 HP や攻撃力はあのガーディアンと同レベルです。子熊の方は引っ叩くとすっ飛んで逃げていくだけで、こちらに攻撃はしてきません。あのメインで使ってるワールドがね、砂漠や森は多いんですけれども、寒い地方が全然見当たらないんで、いつか出会いたいところですね。そして同じく寒くて雪が降っているバイオームにストレイというスケルトンの亜種がスポーンするようになりました。まあ、ストレイという言葉には迷子とか不老者みたいな意味がありますんで、まあ、そうですね、さまようものぐらいのニュアンスでしょうかね。基本的にスケルトンと同様なんですが、見た目の違いのほか、矢に当たると一定時間移動速度が低下するという効果を付与してきます。めっちゃ余談なんですけど、ストレイという名前と弓、ボウですね、思っているということでね、真っ先にストレイボウを思い出しましたね。ライブアライブは名作なんで、やったことない人はぜひやってください。ちょっと前にバーチャルコンソールで出ましたんでね。続きまして、砂漠バイオームにこちらはゾンビの亜種であるハスクがスポーンするようになりました。ハスクは殻とか形だけのものみたいな意味なんで、まあ、抜け殻的なニュアンスでネーミングされたんですかね。こちらは攻撃されると一定時間腹が減り続ける空腹の効果が付与されます。まあ、砂漠にスポーンするということで暑さに慣れているのか、日光に耐性があります。ですのでお昼になっても蒸発しません。はい、ということで以上バージョン 1.10 の新要素のご紹介でした。他にもいろいろ変更はあるんですが、すべてを紹介しようとするとキリがないんでね、この動画に関連してかつ重要そうなものをご紹介しました。クリエイティブ限定のストラクチャーブロックなんていうのも出たんですが、まあ、サバイバルのこの動画では一切出てこないんでね、割愛させていただきます。いつかクリエイティブ限定のブロックとか、あとはコマンドなんかの説明もしてみたいんですけどね。まあいいでしょう。その他細かい変更点は動画で登場したらその都度紹介していこうかなと思います。ガーディアントラップ制作やジエンド攻略の合間にもコツコツブランチマイニングをやっていたおかげでダイヤ鉱石が400個を突破しました。現在401個ですね。まあいい区切りなんで、これからこいつを叩き壊そうかなと思います。いい眺めだねえ。401個のダイヤ鉱石を幸運3のピッケルで砕いたとき、だいたい882個のダイヤが手に入る計算になりますが、どれぐらい期待値に近くなるかなというところで砕いていきましょう。よいしょ。砕いている間に前回手に入れたトレジャーエンチャントの修繕を使ってみた結果の報告をしたいと思います。まあ、結論から言うとね、めちゃくちゃ便利ですねこのエンチャント。修繕の効果は耐久力が減った状態のアイテムを装備した状態で、何らかの方法で経験値を入手したときにそれを消費して耐久力を回復するというものです。試しに修繕のついたダイヤピッケルでブランチマイニングをしてみたんですが、耐久力3を合わせてつけていると石を掘ることで耐久度を消耗するスピードよりも鉱石から得られる経験値で回復するスピードの方が速いので、どれだけ掘っても耐久力が減らないという状態になりました。正直ここまで回復すると思ってなかったんで驚きましたね。半永久的に掘れるピッケルが手に入ったわけで、バージョン 1.9 で可能になった松明の左手持ちと合わせてブランチマイニングがかなりスピーディーになりました。加えて金床で修理する必要もなくなったんで、ピッケルや金床の材料になるダイヤであるとか鉄の消費量が軽減されるため、実質それらの収集率が上がることにもなりますね。修繕のダイヤピッケルが前回手に入ったのはマジででかいと思います。他の装備に関しても耐久力3と併用することで、まあ、よほど長期間経験値が手に入らない環境にでもない限り壊れることはないんじゃないかなと思いますね。もちろん修繕に使われる分だけ自分に入る経験値は減るわけですが、エンチャントや金床での修理で経験値を消費する必要もなくなるわけで、まあ、体感レベルが上がりにくくなったという感じはないですね。しかも我々には経験値トラップと
というものがあるわけで、もともと経験値には困ってないんでね、修繕は今後大いに役立ってくれると思います。はい、ということで砕き終わりました。結果849個のダイヤが手に入りましたね。まあ期待値よりもちょっと下がってしまいましたけれども、まあ十分でしょう。レベルもそれなりにもらいましたけれども、エンダードラゴンを倒した時がレベル66になったことを考えると、エンダードラゴンがいかに経験値いっぱい持ってるかっていうのが分かりますね。ということで、ブランチマイニングの経過報告を兼ねたダイヤ砕きと、あとはまあ砕いてる途中に修繕のエンチャントについておしゃべりしてるんじゃないかなと思いますけれども、その2つでございました。さて後半戦です。今回は前回作った無城壁の内装を中心にやっていきましょう。大体のレイアウトを考えておきました。ここの広い部分はコンコースになる予定で、あまり物は置かないつもりですね。で、正面が切符売り場になります。で、あっち側は駅員さんの事務室的なものを作ろうかなと思っています。で、反対サイドにはカフェを作ろうかなと思ってますね。前回言いましたが、モチーフとなった旧大社駅が現在土日にカフェをやってるらしいんで、それのリスペクトって感じですね。で、一番奥はトイレにする予定です。まずは天井と壁から作っていきましょう。基本的に壁のデザインは外装と同じような感じですね。原木と羊毛と松の木材をメインで作っていこうかなと思います。ここの空いてるところは窓口にしましょう。ちょっとこう段差をつけてみたりとかしてね、上が暗くなってるのは後で何とかします。無城区もまだ何も立ってないんですが、結構広いんで移動は国王号に任せたいと思います。覚えてるかな、みんなこいつのこと。久々の登場ですからね。今まで無城区に来るときは基本風ちゃんに乗ってきてたんでね、なかなか活躍の場がなかったんですけど、鉄道が開通したことによってようやく日の目を浴びることになりましたね。事務所はある程度レイアウトを考えてまして、奥に2つ部屋を設ける予定なんですが、果たして予定通りに行くかどうか。ちなみに旧大社駅が現役だった頃の内部の様子っていうのがさすがに分かんなかったんで、中はオリジナル要素強めになりますね。ホームから事務室に入れるようにしました。で、中はこんな感じになってますと。天井はとりあえず松を敷き詰めてますけど、内装を作るときに調整するかもしれません。で、こっちの部屋は乗務員さんが寝る部屋にしたいと思います。昔駅員さんが使ってる絶対起きられるベッドみたいなのがテレビでやってましたよね。あんな感じでベッドのある部屋にしようかなと思います。で、こっち側の部屋は駅長室って感じにしたいと思います。天井つけ忘れてますね。後でつけておきましょう。それじゃあ反対側も作っていきましょうか。反対側の、くしゃみ出ますすいません。反対側の壁も似たような感じですね。すいませんでした。はい。それでカフェとトイレも仕切ってます。トイレはカフェとあとホームの両方から入れるようにしてますね。男子トイレと女子トイレ両方作ろうと思います。切符売り場を作りました。上まで柱は伸ばさないで、まあ、ボックスみたいな感じですね。実際にこういうところがあるんですけど、だいぶデフォルメはしてます。でまあ壁は一通り作り終わりましたんで、次は天井を作っていこうと思います。コンコースの天井は実物を参考に作っていきます。まず周りを原木と羊毛で作りました。こんな感じの高い天井が特徴的なんですよね。そこからさらに松の半ブロックと原木を使って蓋をします。もうここまで来たらね、もうくどいぐらい木造にしてやろうかなと。まあ、さっき言ったように実物を参考にしてはいるんですけれどもね、まあ、これでもだいぶ減らしてはいるんですけどね。それでここにフェンスで隙間を作ってるんですが、奥に光源を仕込むことでこの隙間から天井を照らして暗くなるのを防ぐようにしました。天井裏の湧き潰しもできるんでね、一石二鳥ですね。そしてこの天井の中央にあるいかにも何か吊るすぞっていう感じのスペースには、はい、シャンデリア的なものを作りました。はい。ということでこれで建物自体は大体できましたんで、これからまあ内装というかいろいろ物を置いていこうかなと思います。
ペン立て的なね。はい。窓口はこんな感じになってますと。事務所の中も作っていきましょう。事務机を作りました。エンドロットが蛍光灯っぽいなと思ったんでね、ちょっと上に吊るしてみました。うん、こっちのがそれっぽいですかね。宙に浮いてますけれども、うん。で、こっちが水道とコーヒーメーカーですね。手洗い冷凍、夏風もバカになりませんから。はい、ロッカーですね。中に光源を隠してます。観葉植物なんかにも光源を仕込んでますね。寝るところはこんな感じで二段ベッドにしましょう。液長室の床はフローリングです。これは来客用のテーブルなんですが、最近このタイプの机よく登場しますよね。シンプルですが結構気に入ってます。光源を下に仕込めるしね、結構便利なんですよね。事務所ができました。コンクリートの床で和風っていうのも難しかったんで、割と現代風ですね。蛍光灯やら何やら内装でいろいろ試したいこともあったんでね。それで仮眠室は二段ベッドが置いているだけの、まあシンプルな作りですね。ベッドの下に光源を隠してます。で、液長室はこんな感じですね。まあまあ普通かな。それじゃあ次はコンコース周りを作りましょう。はい、切符売り場を作りました。作りは事務所と大体同じような感じですね。いろいろと光源を隠して湧き潰ししてます。広いんでね、湧き潰しが大変ですね。コンコースの湧き潰しは展示ブロックに見立てた黄色カーペットの下に照明を隠すという形にしました。ホームと同じような感じですね。まあ、ちょっと目立ってはいるんですけれども、直接光源を床に埋め込んだり、所狭しと観葉植物を並べたりするよりはまあまだ自然かなと思いましてね。で、待合所も作ってまして、周辺の地図も作りました。これでコンコースは大体出来上がりましたね。やたらと駅に入り込む羊がいたんで駅長に任命しました。これから頑張ってもらいましょう。ちょっと早速職務放棄するつもりか、お前。ちょっとトイレは別段いつもと変わりません。こっちが女子トイレです。トイレ用の金床は使い古したやつをリサイクルしてます。高コストなんでね、新品はもったいないんですよね。で、こっちが男子トイレです。はい、壁を作ってトイレ完成です。ではカフェを作り始めましょう。少し話が横道にそれますが、この駅は屋根に一部敵が湧く余地があるんですよね。ですが無理に湧き潰しはしない方向で行こうと思います。基本的に夜になったら速攻で寝るんで湧くことはありませんし、仮に湧いたとしても高いんでね、屋根が下に降りてこないんですよね。実際に今のところ問題は起きてないんで、松明やら置いて景観を損ねるよりも、まあこのままの方がいいかなと判断しました。拠点の屋根も同様ですね。はい、ということで喫茶店ができましたんでご紹介したいと思います。ドリ系な人が集まりそうな名前ですね。わかるのかこのネタは。中はこんな感じになってます。レトロな感じを出したかったんですが、まあなかなか難しかったですね。はい、カウンターとかパーテーションの雰囲気なんかは結構気に入ってます。そろそろあれですね、こういうところで大学生が集まって期末試験のお勉強なんかをする時期ですね。まあこの動画を見てる方はテスト勉強は万全でしょう。何しろテスト前にこの動画を見てるわけですからね。プレッシャーをかけたところでカフェのご紹介でした。これで内装はできたんで、外の湧き潰しをサクッとやって無蒸液完成としましょう。はい、というわけで無蒸液無事完成しました。湧き潰しの関係で庭に植木をしたりちょっといじってますね。あとは駐車場ならぬ駐馬場を簡単に作ってます。止めるところを決めとかないと、たまにどこに止めたかわからなくなる時があるんですよね。
内装は割と和風成分より液成分の方が強めになりましたね。まあコンコースは割と和風感あると思いますが、一層事務所なんかもね、書院作りの和風な部屋にしても面白いかなと思ったんですが、モチーフとなった駅が大正ロマン感満載の建物だったんで、まああえて近代的な事務所であったり西洋的な喫茶店を設けてみたりしました。というか今後この無常区には和風の部屋をたくさん作ることになる予定ですんで、まあ現代的なものや西洋的なものをちょいちょい取り入れていった方がアクセントになるかなと思ったんですよね。まあそんなこんなで今回の内装になりました。前回投稿した後にツイッターとかで旧大社駅に行ってきましたという人がちょいちょいいて羨ましいですね。自分は例によって今年の夏もしょっちゅう東京に行くことになるんで、関東あたりでいろいろロケハンという名の観光したいなと思ってますね。マイクラを始めてから建築物を見る目線が変わった気がしますね。裏側とか間取りとかにめっちゃ注目するようになりました。まあいいでしょう。ということで今回はこんなところです。次回もどうぞよしなに。